そしてそれ以上に熱くなるのが順位争いです。今シーズン19試合を2021明治安田生命 J1 リーグ第21節。そして深いところ高い位置にポジションを取っている片山から、さあ右サイドの原のクロスボール、サンタナだ。もう一度サンタナ跳ね返して大分、ここで腹を剥がして町田、足元長澤に入って落として小林誠吾、左足権田触ったでしょうか。まあ小林誠吾パンチ力ありますからね、まあ、枠行ってました。奥井一旦下げて宮本、逆サイドにはバウドがいる。原のボール、これは狙っ、このこぼれ球を奥井から、これは通らない、繋がりません。まあ、よく見てましたけどね。奥井から最後は原を狙っていました。ここで前半終了から進入したところもあったじゃないですか、はい、小林誠吾のシュートまでとか、単発だけど出てると思うので、それを継続してやっぱ増やしたいですね、大分の方は。鈴木唯人クロスボール、サンタナトラップ、落とすか、自ら行くのか、自ら左足で来そうだ、自らターンして左足一線打ってきました。自ら行きました、うん、まあ、体の使い方と、まあ、しなやかさ出ましたね。まあ、最終的にはやっぱ自分の一回タイミングを取って、西澤のコーナーキック、ゴ ールキーパーパンチング、まだ清水のチャンスだ、落とし込んだ、最後原が決めました。ついに先制清水。コーナーキック合わせたの誰だったでしょうか。まあ、コーナーからの流れでしたけどね、はい、うまく当てて、おそらく片山のところでしょうね。あ、ならまだ片山ですね、はい、まあ、流れでしたところバウドから原、惜しかった、あ、良いゴールでしたね。まず片山に合わせて最後押し込んだのが原です。ここのバウドですよね、はい、まあ、うまくインサイドで面作りながら原、少しボールも若干浮いてたんですけど面作ってね、うまく流し込みましたね。まあ、見事でした、はい。原は今シーズンリーグ戦での初ゴールになります。ですから清水に来てリーグ戦初ゴール、町田です。クロスボールだー、最後ファインセーブは権田、ああ、いいボール、井上ですか、広げて、はい、いいボールでしたね。井上から伊佐ですね、はい、まあ、下の動き出しも非常に良かったですし、これ点で合わせるの上手なんですよね、彼はね。清水、ここは大事につなぎたい西澤、そして原です。逆サイドで呼んでいるのはディサル・アキラ、シルバーだー、ナイスキーパー、パンチングはポープ・ウィリアムからですよね。まあ、ドンピシャ入ってきましたね、決めたかったですね、ディサルね。ですね、待ってましたというポジショニング、まあ、正面だったんで、まあ、我慢しながらポープ・ウィリアム、佐藤長澤のツートップを置いた取りにいた、お互いに体を張ります。残りはわずか、このまま逃げ切ることができるかホームの清水、追いつくことができるか大分、ここで